はい、どうもキャッチミーの高雪です。今日もフットボールマネージャー2020京都サンガを救いたいやっていきたいと思います。はい、今回は栃木 SC とファジアーノ岡山、この2クラブと戦っていくっていうことにはなってるんですけど、前回の振り返りって感じで、とりあえずまずはビファーレン長崎が2対0で勝利、制限金沢1対0で勝利ということで、まあここ2試合、その前の2試合も勝って、今のところ4連勝でだいぶ勢いづいてるんやけど、まあ、ツエーゲン金沢戦で飯田が退場して、曽根と荒木両ウイングが出場停止っていう状況で、まあ結構要となる選手が次の栃木戦に出られへんということで、まあ怖いっちゃ怖い。飯田と荒木に関しては正直ほとんどずっとスタメンで使ってきてたし、曽根も最初の頃は中野とサイクルで使ってたけど、もう今は曽根っていう感じで確立してたから、ここで出場停止になるのは結構きついところやけど、うちの選手層を信じて栃木 SC 戦を戦っていけたらなと思ってるんと、まあ、ファジアーノ岡山、このファジアーノ岡山は今ちょうど4位、順位表見ると、まあ、サンガが今勝ち点32、レイソル32、ジェフ千葉31、ファジアーノ29なんよ。っていうことは勝ち点差3しかないっていうことで、まあ、正直得失点差で抜かれることはないけど、ここは勝っておきたい、首位をキープするためにも。まあ、初めて今回首位に立ったんでね、1試合で陥落しないように頑張っていけたらなとは思ってます。でこれは余談なんやけど、今3月29日にこれを撮ってるんですけど、リアルの方の J リーグがすごいことになってるよね。とりあえずなんか J1、J2 は5月くらいから開催で、 J3 が4月の20何日からかみたいな感じで、段階的に始めていきますよみたいなことを言い出して、しかも今回は昇格プレーオフがないみたいな、まあここは仕方ないかなって、結構日程的にも厳しいもんがあるんやろうなと思ってたら、各リーグそれぞれ全試合数の 75% を消化して、まあ、各クラブが 50% 以上の試合を消化すること。これを、この条件を満たなかった場合、まさかの大会が不成立になるっていう、まあまあまあ、厳しい状況。多分、今シーズンやったら松本山雅が、ルヴァンカップもあって、J2 もあって、天皇杯もあって、みたいな状況で、めちゃくちゃハードスケジュールな気がするんよね。で、まあ、ルヴァンカップがなくなるってことはないやろうから、もし松本山雅がルヴァンカップを予選突破して決勝リーグに行こうもんなら、マジでこの最後の各クラブ 50% 以上の試合を消化ができるのかってなったら微妙なところやね。まあまあまあ、J2 優先になるんかどうかが分からへんからこそ難しいみたいな状況にはなってきそう。で、まあ、いろいろ他にもなんか、来年は20クラブでやって、次の年に4クラブ降格みたいな、いろんな話が出てるんすけど、まあこんだけコロナの影響が強いと仕方ないんかなとは思うっすね。でもまあこのフットボールマネージャー2020はコロナに負けず延々と続いていってるっていうことで、栃木 SC とファジアーノ岡山との試合をやっていって進めていけたらなと思っています。で今も栃木 SC の前日まで来てるんすけど、栃木はここ5試合で1勝1敗3分けということで、まあ、柏レイソルにね、前節勝ってるっていうことで、侮れない相手とはなってるんですけど、まさかのね、柏レイソルどこに負けるんやろうって言ってて、まさか栃木 SC かとは思わんかったよね。俺的にはなんかもうファジアーノとかアビスパとか、あの辺が潰してくるんかなと思ったら、下の方からザクッとやってきたよね。すごいなと思って。油断せずにやっていけたらなと思っています。まあ今回は3人出場停止なんで、ある程度の選手の入れ替わりはあると思いますけど、新しい戦力を見ていってもらえたらなと思います。じゃあ栃木 SC 戦をどうぞ。 J2 リーグ第15節京都サンガ FC 対栃木 SC のハイライトです。まずはホーム京都サンガのスターティングラインナップ。ゴールキーパー清水、ディフェンス4バック、右から飯田、森脇、ヨリバイス、黒木、ミドフィルダー真ん中2人、金久保と福岡、サイドハーフ右が中野、左ジュニーニョ、フォワード2トップリ・タダナリとピータ・ウダカ、累積警告で出られない荒木と曽根田の両ウイング、代わりに起用された2人は期待に応えられるでしょうか、注目です。
対する栃木 SC のスターティングラインナップです。フォーメーション形は少し違いますが、こちらも 4-4-2 の布陣、ゴールキーパー大野、ディフェンス右から溝淵、田代、高杉、伊勢川、ミッドフィルダー守備的アンカーの位置に2人、佐藤と浜下、右サイドに三宅、左が西谷、フォワード2枚大黒とファン4手の11人で挑みます。前半21分、金久保から右サイド、石井ツ、中野と繋いで、最後は金久保。しかしこれは決まりません。さらに京都さんがまたもや右サイド、中野にボールが渡ると一人ドリブルでかわしてリー。待っていた金久保。しかしこれも大野が止めます。すると前半35分、栃木、瀬川のフリーキックから合わせたのは大黒。栃木がセットプレーから先制に成功します。さらに前半45分、またもやフリーキック、三宅のクロスに合わせたのは田代。これがネットに突き刺さり2対0とリードを広げます。1点を返したいサンガは後半開始早々、右サイド中野からのクロスボールもこれは誰も合わせられず。後半36分、栃木が後ろにボールを返したところサンガがハイプレス。ピーター・ウタカボールを奪ってサイドをドリブル。他選手上がってきたところでクロスを合わせたのはジュニーニョ。完璧なボール、これで1点差。しかし反撃もここまで、栃木 SC が2対1で京都サンガに勝利という結果に終わりました。はい、というわけで京都サンガ FC 対栃木 SC が2対1で栃木 SC の勝利ということで、いやーまさかの大黒田代決められたね。前半両方ともセットプレーっていうなかなか稀な感じの失点やってんけど、まあ、ヨルディワイス森脇いながらセットプレーで負けるってなかなかほんまになかったよね今まで。まあ動き出しよな大黒は。まあもともとそういう選手やしな。でまあ田代は綺麗に決めてきたよね。後半に関してはほとんどチャンス場面っていうかハイライトシーンがなかった。ピーター・ウタカがディフェンスからボールをパッて奪ってそのままクロス、ジュニーニョシュートみたいな感じで1点は返せたけど、それまでって感じだった。厳しい試合やったね。まさか栃木 SC に柏レイする京都サンガと首位にいたチームが2つともやられるっていうえぐい展開。栃木からしたらすごいなんか湧いてるやろうなという感じで、高井城試合結果見ていきたいなと思います。はい、じゃあ高井城の試合結果です。アルビレックス新潟対ビファーレン長崎が1対0でビファーレン長崎。この監督交代同士の対決はビファーレンが勝ったか。で愛媛 FC 対 FC 琉球が2対1で愛媛 FC、 水戸ホーリーホック対 FC 岐阜が2対0で水戸ホーリーホック、鹿児島ユナイテッド対ヴァンフォーレ甲府が3対3の引き分け。いいねこういう打ち合い、面白いよね見てたら。でモンテディオ山形対大宮アルディージャが4対0でモンテディオ山形。アルディージャ結構苦戦してんな。アビスパ福岡対レノファ山口が2対0でアビスパ福岡。で柏レイソル対ファジアーノ岡山がスコアレスドロー。おー、両チームとも早い段階で退場してる。パウリーノが21分、クリスティアーノ43分。で京都サンガ対栃木 SC が2対1で栃木 SC、東京ヴェルディ対津江源金沢が1対0で東京ヴェルディ。で横浜 FC 対徳島ヴォルティスが3対1で横浜 FC。 一味がハットトリックしてる。後半51分、86分、87分、すごいな。町田ゼルビア対ジェフユナイテッド千葉が2対1で町田ゼルビア。ということでまさかのジェフ千葉も負けて柏レイソル引き分けやったんで、順位表どんな感じかなということで順位表がこちら。さあね、サンガも千葉も負けて勝ち点が変わらずで、でレイソルが引き分けで勝ち点1をゲットして首位にまた浮上。33、32、31、ファジアーノ岡山30。うわーめっちゃ混戦になってきてる。まあ5位以下が5から9で25か勝ち点。ここも混戦やね。ここの方がだいぶ混戦やね。まだ勝ち点差3の中に22までやから13位までが勝ち点3差か。ほう J2 怖え。じゃあまあちょっと負けちゃったけど、次のファジアーノ岡山戦頑張っていきたいと思うんで、ファジアーノ岡山戦まで何もなかったらそのまま行きたいなと思います。J2 リーグ第17節ファジアーノ岡山対京都サンガ FC のハイライトです。まずはホームファジアーノ岡山のスターティングラインナップ。ゴールキーパーポープウィリアム、ディフェンス右からヒロギ、マスタニ、チェジョンウォン、徳本、ミッドフィルターセンター2人、関戸と木山、右が白井、左ジョーモン、フォワード2トップ、イオンジェと清水という11人です。対する京都サンガ FC のスターティングラインナップ、こちらもいつも通り 4-4-2。 ゴールキーパー若原、ディフェンス右から飯田、安藤、ヨリディバイス、黒木、ミッドフィルターセンター2人、鹿
花久保と八千田、右がジュニーニョ、左荒木、フォワード2枚、中川とピーター・ウタカ、上位チーム同士の戦いということもあり、面白い試合を期待したいところです。前半8分、京都サンガ黒木が逆サイド後方にロングボール、これを岡山の清水がカット、イオンで繋いでキーパーと1対1のチャンスを作るもこれは決められず。前半14分、今度は岡山が自陣深くでボールを回していたところを京都の福岡がカット。スルーパス抜け出したピーター・ウタカ、角度のないところからシュート、こちらも決められず。試合が動いたのは前半42分、右サイドでボールを回してペナルティーエリア外フリーの福岡ミドルシュート、ウィリアムに弾かれるもこぼれ球詰めていたピーター・ウタカ、これで京都サンガが先制します。後半2分、さらに京都サンガは福岡がドリブル突破からクロス、これを岡山ディフェンスがクリアし、木山が頭でつなぐとルーズボール、清水が走りがちイオンジェにパス、そのままイオンジェドリブルで中央駆け上がっていきシュート、もこれは若原キャッチーゴールとはなりません。さらに直後の3分、右サイド展開したところ白井がグランダーのクロス、またもやイオンジェ、しかしこれも若原止めてピンチを防ぎます。後半10分、2点目を奪いたいサンガは左サイドスローインから荒木落として黒木のクロスに中川ヘッド、しかし決められず。後半25分、和歌山のフリーキックのチャンス、縄文のクロスボールにチェジョンウォン、しかしこれも若原がセーブ。後半27分、その2分後には左サイドスローインからボールをテンポよく回して木山がエリア内にクロス、安藤クリアしたこぼれ球を関戸のミドルシュート、しかしこれを枠を超えてしまい、そのまま試合終了。結局前半のゴールが決勝点、岡山の猛攻を耐え忍んだ京都サンガが1対0の勝利を収めました。はい、というわけで京都サンガ対ファジアーノ岡山1対0で京都サンガが勝利ということで、いやよかった。福岡のゴリゴリのミドルシュートをピーター・ウタカがこぼれ球押し込んで先制って感じやってんけど、その後後半からのファジアーノの怒涛の攻撃ね、マジで。まあ試合のデータとか見たらわかるけど、19本シュート打たれてて、枠内シュートも9本、めちゃくちゃゴールキーパー若原止めてくれてた。で、まあ攻めの方はそんなになんかめっちゃちゃんと機能してたってわけじゃないけど、まあジュニーニョとか中心にある程度攻撃はやってくれてたし、多分ファジアーノの方がハイライトは多かったけど、シュートも一応10本打ってるから悪くはなかったんじゃないかな。でもほんまに後半30分くらいまでずっとファジアーノがガンガン来てて、久しぶりに5バック途中から使って、もう森脇とか守備的な選手結構入れてって、なんとかっていう感じで勝てたんで、まあ良かったっちゃ良かった。まあここを栃木ファジアーノで2連敗は結構厳しかったんで、勝ててよかったっすね。しかもファジアーノは4位で勝ち点差もほぼほぼなかったんで、嬉しい勝利って感じですね。じゃあ他会場の試合結果見ていきたいなと思います。はい、他会場の試合結果です。大宮アルディージャ対柏レイソルが1対0で柏レイソルの勝利で、町田ゼルビア対アビスパ福岡が1対0町田ゼルビア、京都サンガ対ファジアーノ岡山も1対0で京都サンガで、モンテディオ山形対 FC 岐阜が2対1で FC 岐阜、鹿児島ユナイテッド対 FC 琉球が3対2で鹿児島ユナイテッド。藤沢ハットトリックしてるね。ハットトリック、うちのチームまだ1回もできてないからね。ジェフユナイテッド千葉対水戸ホーリーホックが3対0でジェフユナイテッド千葉。ジェフもハットトリックしてるね。船山。で、レノハ山口対横浜 FC が3対1で横浜 FC の勝利。栃木 SC 対東京ヴェルディ1対0で栃木 SC。栃木やべえ、3連勝やん。しかも上位やったヴェルディ、ヴェルディも一時期2位とかにいたからね、上位キラーやな栃木マジで。でビファーレン長崎対愛媛 FC が1対0で愛媛 FC、 ヴァンフォーレ甲府対徳島ヴォルティス1対1の引き分け、ツェーゲン金沢対アルビレックス新潟が1対0でツェーゲン金沢ということで、順位表がこんな感じと。まあ上3つはそんなに変わらずって感じかな。一応このパートが始まった時はサンガが1位にいたけど、レイソルが1位、サンガ2位、ジフ3位っていう形は変わらず。で、ファジアーノもサンガに負けたけど、4位は死守できてると。で、町田ゼルビア、徳島ボリス。愛媛 FC が7位まで上がってきたな。すごいな。ヴェルディは最初の方ほんまに2位、3位いたけど、今は8位って感じか。で、アビスパ、横浜 FC、モンテディオって続いて、まあ、ここら辺までが勝ち点3差でプレーオフいけるって感じか。で、水戸、
甲府、金沢、栃木と鹿児島が上がってきてるね。やっぱり鹿児島もさっき勝ってたしね、ハットトリックで勝ち点19、栃木も勝ち点19、稼いだね。で、大宮がだいぶ苦戦してて18位、 FC 岐阜、レノファ山口、 FC 琉球、アルビレックスは勝てへんな、勝ち点9か。まだ、じゃあ次のパートは大宮アルディージャ、あーさっき言ってた大宮やね、大宮と FC 岐阜ということで、ここは下位2チームやね。リーグ順位だと18位と19位の試合なんで、ここは勝っていきたいな。まあさっきも言ったけど、大宮は全然点取れてなかったし、やっぱり今ここのスタメンの枠も11人で3点しか取ってないからね。で、全員合わせても1、2、3、4、5、6、6点か。ひどいって言ったらちょっと悪いけど、ひどいな。で、 FC 岐阜も19位とだいぶ苦戦してて、あ、前田良一がいるんや。16試合3得点でも、やっぱり岐阜とかやっぱ下位にいるチームは点がやっぱり少ないよね。ということで、俺らは今上位にいるから、このうちに叩いて上位をキープしておきたいなと。大宮とかは絶対波に乗ったら強いからね、今のうちにやっときたいなと思います。というわけで、まあ今回は栃木 SC に1対2で負けたけど、アジアの岡山との上位対決は1対0で勝利したっていうことで、1勝1敗なんで、まあまあまあ悪くはなかったんじゃないかなと思います。これで今日の動画は終わりたいと思います。ありがとうございました。